石塚重平石塚重平明治40年8月12日は日本の衆議院議員。品野国作軍小室城下の商家に生まれる。1877年に万大取者という正社を結成して、政団会や討論会を開催して自由民権運動を推進した。また、小室町会議員や北作軍会議員に選出され、 伏施銀行や小諸銀行の設立にも関わった。1881年、自由党の創設に加わったが、1884年に、自由党は大阪で回答を決定した。大阪からの木と内乱陰謀の権威で逮捕されるがほどなく釈放された。しかし翌年、大阪事件に関与したとして逮捕され、1887年に有罪判決を受けた。 1889年に憲法発布の御社で釈放されると大道団結運動に加わり再考された自由党の幹事に就任した。1894年第4回衆議院議員総選挙に出馬して当選した。立憲政友会総立に参加し、1900年に総裁の伊藤博文が内閣を組織すると大倉省官房長に任命された。 しかし翌年に第四次、伊藤内閣が倒れるとともに辞職し、衆議院補欠選挙に出馬して当選した。1902年の第七回衆議院議員総選挙でも当選したが、翌年に伊藤博文の総裁独裁制に反対して、立憲政友会を離党した。その後、第九回衆議院議員総選挙で4回目の当選を果たすが、在職中に死去した。 小室市用レンジの境内に石塚の聖徳碑がある。ありがとうございます。